はい、皆さんこんにちは、J と申します。さて、今日もですね、やっていきましょうか。あ、目の前のあなたがすべて、J でございます。源氏物語のね、あらすじでございます。パート12ですね。末摘む花のその2ということになります。で、前回の話ですね、光源氏が、台風の妙部という女の子にですね、ちょっとなんか実は、お父さんが亡くなってこう心細く一人で暮らしている娘がいるという話を聞きました。光源氏で、その光源氏がね、娘に会いたい会いたい言うてね、台風の妙部になんとか、こう足がせい足がせい言うて、お願いしますお願いしますかっていうね、状態で、やってきましたと。で、娘のことを聞くことに成功したというところですね。そして、帰っていくという状況でございました。で、実際ですね、帰っていくというよりはまあちょっとですね、場所を変えて、こう娘をね、もう少しなんかこう様子を伺えるところないかなって言って、ふらーっとちょっとね、娘がいる方へ、娘の部屋の方へね、ちょっと寄っていったわけですよ。するとですね、なんとそこには、こう水害というのがあって、まあ、ちょっと中が若干覗けるね、垣根みたいな、こうだからいわゆるこういうわーおみたいな感じですよね。こういう状況ですなってるところに行ってね、はい、光源氏はちょっと神殿の方から娘の様子を覗こうというふうに考えたわけですよ。で、覗こうとしたんですけど、なんとそこにはですね、実は男がいまして、でその男を見た光源氏が、おっとおっと、私以外にもこんなとこにスケベーがと、一体誰なんだというふうに、まあ、ちょっとここはね、いわゆる微妙ですよね。自分が口説きに来た女性がいて、でその女性を狙う他の男がいるから、まあちょっと会えないっていうか会いたくないですよね。なんでですね、ちょっとこう光源氏はですね、一体どんなやつだろうと思いながら、ちょっと姿がね、バレないようにちょっとこっそりですね、彼は移動をしまして、様子を伺います。で、様子を伺っているんですけども、実は彼は唐の中将やったんですよ。で、唐の中将というのは、切り壺のところでもお話しましたけども、いわゆる光源氏の、親友です。友達ですね。で、他にも関係があって、切り壺の、こう、切り壺じゃない、光源氏の、正妻である葵の上。葵の上という女性の、お兄さんなんですよ。お兄さん、まあ、だから義理の兄弟でもあるし親友でもあると、その唐の中将が、いたんですけども、実はこの時まだ、光源氏は唐の中将だということに気づいてないです。ただ、源氏物語の中では作者紫式部がすで、にさっき正体をもう表してるんですよね。なんと唐の中将ですよっていうふうに書いてはいるんですけど、光源氏はまだ気づいてないです。で、その気づいていない状況で、少し時間が戻ります。時間戻ってね、その、夕方のお話です。だから姫君のとこに来る前のお話ですね。で、その日の夕方です。光源氏と唐の中将が、宮中というね、天皇陛下がいらっしゃるところにいて、まあ仲良くですね、二人仲良く、宮中を退出しまして、まあだから仕事から帰っていく感じですよね。アフターファイブってやつです。二人で仲良く退出したわけですよ。で、光源氏がですね、なんか思わぬ方向へふらーっと行こうとしてると。で、唐の中将は、あれと。制裁のいるね、左大臣の家にも向かわず、光源氏の家がある二条の方にも行かない、二条院にも行かない、一体どこへというふうになりまして、唐の中将はですね、おちょっと待てと、光源氏に気づかれないように追跡をしていくわけですよね。すると、光源氏がね、なんかこうしょっぽい家の中へ入っていくわけですよ。で、おなんやと、あんなというね、うん、まあ、唐の中将から見たらですよ、明らかにもうなんかしょぼくれた家の中に光源氏が入っていって、なんでやと、なんでやろうと思ってるとですね、琴の音が聞こえてくるわけですよ。琴がね、ポロンポロンと。で、ちょっとこう察するわけですよね。あっていうね、琴の音がそうかと。だから、唐の中将もですね、このことでも聞きながらちょっと中の様子でも伺うか言うて、スニーキングミッションですね。
こっそり覗いているという状況やったわけです。はい、で、光源氏がこう屋敷から出てきたことに当の中将自体がまだ気づいていない状況、そして光源氏も当の中将だということには気づいていない状況です。光と当、ってね、もう頭っていうふうにもう省略してしまってますけども、当の中将だとは気づいてませんよと。で、光源氏としては、まあ、なんかようわからん男になんかこう見つかんの嫌やから、まあ、ちょっとこっそりね、もう帰ろうかなとしたわけですよ。このままバレんように帰ろうというふうにこっそり帰ろうとしたらですね、当の中将に見つかりまして、ふわんってやつですよね。で、後ろから追いかけてきます。で、一体どこに行ってたのかなっていうふうにね、当の中将が光源氏にこう話しかけに行くわけですよ。すると、光源氏はちょっとイラッとします。だからまあいわゆるこう女性のいるところになんかこう自分がね行ってて、でその帰りに声をかけるなんて無粋な真似をするやつは一体誰やと、なんだこいつと思って振り返ると当の中将だったと。で、ここで初めて気づくわけですよ。で、ちょっと頭に来てたんで光源氏はここで和歌を読みます。で、まばゆい光を届ける月のようだからってその月の後をつけるか普通という内容のね和歌を作るんですよ。光源氏はこう自分のことをいざよいの月というね、その日出てたお月様に例えて、お月様のね、こう、まあ、要するにこう沈んでいくお月様がどこに行くかって追いかけますかと、お月様自体が美しいとしてもみたいな感じの和歌を作るんですよ。で、するとですね、当の中将は、まあ、ちょっとね、うん、まあ要は皮肉言われたわけです。皮肉を言われたんですけど、いやこうしていつも音もしよっかねーみたいな、音もしよっかねーってみたいな、光源氏みたいなね、ちょっとおちょくりにかかるわけですよ。で、しかもですね、説教を始めるわけですね。ナンパに行くにしても優秀なお供の方がうまくいくってと、とかっていう風にね、さらに、それにね、光源氏様が一人でこんなところうろうろしてて事件になんか巻き込まれたらこれどうするんすけとか言って笑いながら、絶対そんなこと思ってないっていうね、ただ面白がってるだけという当の中将の発言を受けてですね、光源氏としてはちょっとイラッとしてたんですけども、まあしゃあないよね、もう悔しいと、けどまあいっかと、夕顔のこともあるしっていう風になってるんですけど、夕顔のこともあるってなんやねんっていうと、以前の動画で夕顔の巻を取り上げましたよね。光源氏と一緒にいるところを六条の宮住の頃の生き霊にね、殺された女性なんですけども、その、夕顔と実は当の中将がかつて付き合ってたわけです。この辺もあの夕顔のね、巻のとこで触れてるんですけど、夕顔と当の中将はもともと結婚してたんです。でも、当の中将のね、正妻のお母さんの方からですね、こうプレッシャーがかかって、ユーガオは、宮中というか、まあ、追放されるような感じになっちゃったわけですよ。ただ、実は、その当の中将の前から姿を消したんですけど、ユーガオと当の中将との間には実は子供がいたんですよね。で、この子供がまた実は源氏物語に出てきます。出てきます、またね。ご存知の方は知ってると思いますけど、で、源氏はその子供のことを知ってるんです。知ってるんですけど、当の中将はそのことを知らないんですよね。だから、まあ、それをちょっとこう当の中将になんかこう今回ね、女性のなんか家についてこられてイラッとしたんだけど、まあ自分は当の中将の知らない秘密を知ってるから、まあええかと、まあなんかどっちかって言ったら俺の勝ちかなみたいなね、ちょっと優越感に浸りながら、まあええか言うて、その場はまあ事なきを得るんですけども、まあお互いですね、この後、実はこう約束してる、女性がいるんですけど、まあこう気まずいじゃないですか。この後だって急にね、じゃあ、ちょっと、僕行くとこあるんで、みたいな。ああ、僕も行くとこあるんで、とかって、なんかちょっとなかなかね、言い出しづらくて、気まずい雰囲気のままね、約束してた女はいたんですけども、結局二人ともね、その女性のところには行かず、結局二人してですね、左大臣の家、まあ、だが当の中将のお家であり、光源氏の正妻、葵の上がいる、お家へ向かって行くことになります。で、途中でこう2人でね、服着替えながら、楽器を演奏しながら左大臣のお家へ帰ってくるわけですよ。
で楽器を演奏して帰ってきたから、左大臣としても、もうみんなで演奏しようかほなー言うて、こう左大臣家でこう演奏会が始まるわけですね。で左大臣も非常に楽器が上手くて、でみんなで歌を歌ってて、左大臣北の方演奏会が始まってですね、女房の中に中司の君という女房がいるんですけども、この女房も、演奏に参加してですね、演奏してるんです。ところがこの中司の君のことをですね、当の中将は結構気に入ってて、こうなんかなんとかしたいわけです、まあ、やりで、ただですね、気を引こうと思っていっぱいなんかいろいろ演奏するんですけど、中司の君の方は、微妙微妙っていうね、いう感じで、もう我関節というか、もう基本シカトなんですよね。で当の中将はそれにちょっとこうイラッとするんですよ。でなぜ中司の君がそんな興味を持たないのかというとですね、実は光源氏のことの方が好きなんですよね。で光様みたいな感じになってて、で光源氏も、中司の君にね、手を出すことになるんですよ嘘っていうね、いやそうなんですよ。これね、正妻がいるお家の女房の一人と、そういう関係になるんですよ。最悪でしょ。で初めはなんかちょっとこう隠れてね、そういう関係に至ってたんですけども、だん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 なんか大胆になってきてね、光源氏の関係がこう大っぴらになってくるんですよ。そうなるとそれはもう腹立ちますよね。まずお母さんがちょっと怒ります。お母さんがね、光源氏がこう中司の君となんか関係を持っているとどういうことなのみたいな、中司の君に対してもなんか怒りをちょっとね、向けるわけですよ。あんたみたいな、何を考えているのみたいな感じになって、ちょっとこうどうしようかなみたいな、光源氏との関係もまあでも継続なんですけどねもうすごい世界ですよね。で、まあ演奏会はそのまま続きます。光源氏も当の中将も演奏しながらね、さっきの娘のことをちょっと思い出したりしてるわけですよ。で当の中将の方はというと、光源氏の様子から考えて、あの屋敷ね、みすぼらしい屋敷にいた女の子は可愛いに違いないと。だからそんな可愛い子がこうまたね、あんなボロ家でかわいそうだなとか同情をするわけですよ。でその同情してて、あなんかかわいそうやからって言って、どんどん自分がなんか泥沼にはまっていくと。で泥沼にはまっていくのはやっぱ良くないかな、でもなとか、当の中将はなんかいろいろ頭で考えるんですけど、まあ、結果ですね、まあ、光源氏に独り占めさせるのはなんか嫌やなと、なんか尺に触るなということで面白いですよね。当の中将も光源氏がお忍びで行ったっていうだけでですね、なんかちょっと対抗意識を燃やしてしまって、その後ね、二人して手紙を出すことになるんですよ。光源氏はもちろんね、興味を持ってますから手紙を書けます。でも当の中将なんてちょっとことちょっと聞いただけなんですよ。で光源氏が言ってたっていうだけなんですけど、手紙出すんですよ。もうすごい世界ですよね。まあだからなんか競争が始まるわけですよ、ここで。で二人とも手紙を出すんですけども、実はですね、娘から二人ともに返事がないというふうに僕書いてますよね。返事がなかったわけです。さあこれどうなると、この後一体どうなるのかっていうところですね。期せずして、光源氏と当の中将との戦いが始まっていくわけなんですけども、一体どうなっていくのかというところで、今日はおしまいにしたいと思います。続きね、また見ていきましょう。末摘む花、非常に面白いですよ、この後もね。またでは皆さんお会いしましょう。バイバイ。